じゃんけん。じゃんくん、エリザベスカラーはですね、今日が木曜日なので、明日いっぱい、あさってのどこかの時間で、病院に連れて行って、そこで取るっていう感じになると思います。その前に取ってね、もし、抜歯前に紐を引っ張っちゃうとやばいので、抜歯を済ませてもらって、先生の OK をもらえたら、エリザベスじゃなくなります。もうだいぶ慣れたけどね、これの状態にね。はい、仲良し、ちゃんくん、ぽんちゃん。久しぶりにぽんぽんちゃちんゃがんは、ちゃんくんのとこに来ました。だいぶ遠慮していましたが、久方ぶりの、ジャン君の上に乗る。この手ね、手をここに置いてね。ぽんちゃん久しぶりだね。ジャン君は、なんか乗られると、この、エリザベス。ザベス、エリマキって覚えればいいんじゃん。エリザベスカラーのせいもあってなんか苦しそう。大丈夫かい？大丈夫だよね。あさって、抜歯に行きます。ぽん抜ちゃ歯ん。したら、もうあとは、エリザベスカラーは取ります。ぽんちゃんもそろそろいいかなって気づいたんだよね。そあと2うなの日かじゃん。もうそろそろいいんじゃない？ってねえ、ー。なめてあげてる。はい。仲良しでした。仲良しジャンパン。さすがに今日は寒いと見えて、ヒーターの前集合です。明日までちょっと寒いそうです。あさっては急に暖かくなるんだそうですよ。よかったね、ジャン君。ね。ジャン君が病院に行く日、あったかいって。ああ、また行かなきゃいけないよ、ちゃんと。もういいかと思ったのにね。もう最後、あと1回だけだよ、ジャン君。多分。ふふん。多分また頑張ろうかね。ね。ね。それ言ったらね、これも取れるよ、これ。いいね、ジャン君。取れたら、すっきりするね。